はい、皆さんこんにちは。今回はですね、祝数学セミナー創刊60周年記念ということで、ごく私的、極めて私的なですね、数学セミナー記事、私個人が読んで面白いと思った記事、驚いた記事のベスト3を発表していきたいなというふうに思います。 はい、こちらがその数学セミナーですね。2022年5月号にですね、創刊60周年記念号として、ね、発売された号なんですけれども、数学セミナー60周年記念なんですね、発行されてね。私は主に数大学での数学の 内容を動画投稿しているもものなんですけれども数学セミナーについてもね何回か触れさせていただいています。ということでですね、まあ、数学セミナーをね創刊60周年祝いたいということでこのような動画を投稿するわけなんですけれどもただ私が熱心に数学セミナーを読んでいた時期っていうのは 1980年代,中ぐ,らい1980年代中ぐらいから90年前半ぐらいまでの極めて狭い範囲なんですよ。だからですね、こちらのね、私の動画を見ていただいた方で、数学セミナーの愛読者だよっていう方はですね、ぜひご自身の、ね、ベストな、ね、記事をね、まあ、動画とかツイッターとかブログとかで紹介していただけるとね、より熱いもの、手厚いものになるのかなと。 ね、えー、いうふうになるので、えー、ぜひ賛同していただいた,いた,だいた方はですね、えー、ご自身の数学セミナー記事にまつわるお話などをアップしていただけたらなというふうに思います。さあ、えー、数学セミナー。 そうですねこの数学セミナーの私の個人的なベスト3発表する前ですね、えー、もう一つこちらかあの、数学セミナー5月号にはですね、えー、こんな面白い記事が載ってますよということで、紹介したいのがもう一つありました。はい、川東康之さんね、有名な方です、東大の教授ですけれども、大数学者ですよね。えー、あと私が知ってる 情報としましまてはですね大学院生のゼミではですね、絶対ノートとかね、そういう他のものを持ってきちゃダメだと。全部頭の中に叩き込んで、何も見ずに板書しなくちゃいけない。それができないようじゃ、あその大学院に来るなみたいなね、大変厳しい方という印象があるんですけれども、そういうことで有名な方という印象があるんですけれども、まあ、大数学者であるわけですね。で、この数学セミナーだから60周年記念ということで、1962年の発行ということで、1962年生まれの方にも、その、 ご自身のね数学体験を語っていただくという記事特集記事がありましてその中でだから1962年生まれなんですよこの川東先生はねでこの大天才川東康行さんがですねどのようなね幼少期数学体験をしてきたかっていうことを読んで驚くというのもこの数学セミナー 5月号今年の5月号を買う、えー、一つの動機になるんじゃないかなというふうにも思いますね。いやもう中学でですね、数学オリンピックの問題はもう全部解けるというふうにね、確、え、信、ー、したんでやめたとかね、そういう素晴らしい、ねえー、常任では考えられないのは、やっぱり大数学者ってこういう人なんだ、幼少期からこういう人なんだっていうことがね、分かる記事がね、書かれてるんで、ぜひね、そういうのを知りたい方は、5月号、数学セミナー5月号を読んでいただけたらなというふうに思いますね。 さあじゃあ早速記事に入っていきましょうまず第1位、えー、第1位2位3位というふうにねランク下がっていっちゃうんですけどもはいコンウェイ氏による記事、えー、流行らない研究のすすめで驚くということで、えー、1980年の中ぐらい、えー、何年ぐらいなんですかねちょっと正確には分かんないですけど4年とか1984年とか83年とかそんぐらいなのかなえー、まああのー、当時、まあ、高校生の時からでも数学の 言葉は知ってたんですよ。というのもですね数学者の伝記読んでて、えー、あと森剛さんのエッセイ、えー「チャランポラン数学のすめ」とかあと森剛さんの比較的真面目なその数学批評みたいなね、えー、のもエッセーとかあってまあわからないなりに読んでいて面白いから読んでいて言葉っていうのは結構ね頭に入ってたんです 群とかも意味わかんなくても群っていうのがあるんだなとかね有限群とかね有限群の分類が完了したんだなとかねなんかそういうようなこともあの知っているわけですだからその流れでまあ数学セミナー読み出したっていうことがあるんですけどもだから一番最初に読み始めた中でも最初に読んだ記事の一つがこれで今でもねあの記憶に残ってる だから相当インパクトが自分の中ででですすけどもあった記事なんですよこれはまあ,たあの早くば、ね、早く言ってしまえば内容はどういう内容かって言ったらば、まあ、最先端の誰もが飛びつくような、えー、研究分野っていうのが、まあ、どこにでもあるんだけども、えーね、あんまり人がやらないような分野の中にも、えー、面白くてね深い内容のものがありますよということの、えー、紹介をこのコンウェイさんっていう、ね、人がされたんですね。 そのだから孔明さんがされていたその流行らない研究の一つがですね自身がやって,いら,やってられた散剤型単純群というね、えー、ものですねで先ほども言いましたように有限単純群というものの分類が、えー、当時終わっていて終わったばっかりで、まあ、ホットな話題でもあったんですかねでその中に散剤型例外型と言われる、ね、ものがあったんですけども、えー、それこの例外型と言われるものがまあ流行らない 分野だったとっいうことなんですよ、ね、でもまあ非常に実り豊かな、えー、奥の深い分野だと。で、えー、そうですね。だからまあ最初当時2、3個、5、6個発見されてたんだけど、後にそのこれは例外型だっていうことで、なんと26個あるっていうことが個数が先に分かったっていうんですよ。それ結構面白いなと思って。 すごく印象に残ってるんですけどもだからもう26個だっていうことが分かったんで残りあとだから、えー、何個だっていうことで、まあ、発見競争が始まってその発見競争の中にはその日本人も。 いて春田小一郎さんとか、ね、鈴木道夫さんんとととかかね鈴木そういういい人もいたとでその、えー、散財型の単純軍がまあ、1つ2つ3つと、えーね、発見されていく中で残りあとわずかだっていうことになった時に親玉ともいえる、えー、ものが存在するとそれが何かって言ったらまあモンスターとね名付けられたもの一番、うん、位数だから軍の個数が大きいとてつもない。 個数を持ったが存在すると、まあ、有限群だから有限ではあるんですけれども、その有限の個数がまたべらぼうな数で、まさしくモンスター、親玉中の親玉と、ね、呼ぶにふさわしいものがあるっていうことを、ねえー、語ってるわけですよ。でですね、まあ、その研究がね進むうちにですね、まあ、これはねモンスター化け物とね呼ぶのはね、えー、なんかあんまり良くないなと。良くないなってわけじゃないけども、あの中にはですね、フレンドリージャイアント、親しみ、 安い巨人っていうふうに呼んだらどうみたいな提案もなされたよみたいなね記事が書かれた。でも今はね、このフレンドリージャイアントっていうふうにはあの一般には言われなくても、このモンスター、モンスター軍っていうのがね、一般的になってしまったわけですね。やっぱりインパクト強いですね。まあ、このモンスター軍っていうね、えー、言葉もだからインパクトに残っていて、印象に残ってるっていうのもあるのかもしれないですね。で、でも結局話はここまでで終わってたんですよ。 まあ流行らない研究のおめだから、散財型単純群の研究、あの、モンスターってね、面白いネーミングの群はあるけれども、それは、えー、この散財型の単純群、例外型の群の中で閉じた、あくまでも閉じたものであって、えー、その中でね、えー、実は深いものがありますよっていうことを紹介した記事だったんですけれども、それの数年後なんですね、えー、こちら、台数入門 先生の本なんですけどもこの本を、これは本はこれ大数学の入門書からまあ結構、ね、難しいことまで書いてある。この本はですね、なんかいろいろなトピック的なことを書かれてて、ここにですね、有限単純軍っていうのがあって、なんとモンスター軍のことがね、書かれてる。ねこれがモンスター軍の一数ですけど、とんでもない一数ですね。はいで こ,ここで私は驚くわけですよ。流行らない研究のすメっていうことで、まあ、モンスターが紹介されたわけなのに、実はこのモンスター群と、えー、モジュラー関数で呼ばれるものの一つである J 関数とは密接に関係していると。しかもその密接に関係しているっていう予想がですね、えー、ムーンシャイン現象などね、えー、いうふうに呼ばれていると。モンストラスムーンシャイン、えー。今の言葉で言うとモンストラスムーンシャイン。月で、月光で照らす。 っていうこと、ね、なんでこれが月光なんだっていうふうにね思ったりもしたんですけどもだからまあ全然孤立してないんですよこれどころか全く、えー、未知の分野との関係性が見いだされてたっていうことが数年後分かったわけですねこの孔明さんの記事を読んだ後にですねそれも驚きましたよね、うん、えー、こんなこと分かってんだえー、J 関数と呼ばれるものの、えー 展開した時に現れるこの196,884-1の196,883っていうのがモンスター軍の規約次数規約なんとかちょっとここ辺全然内容理解してないので申し訳ないんですけどここから1を引いた数196,883がこのモンスター軍にとても重要な数,と数でこの196,883っていうのがあるんですってで最初それを発見した時に、えー、見た時に えー、モンスター群のそういう、うん、規約表現の次数と、えー、この J 関数の、えー、展開係数とかが関係し,してるように見えるけどでも関係してるって考えのバカらしいよね。 うん、だからそれはムー,ンシャインとしムーンシャインと名付けようと。ムーンシャイン月光で照らすというのはこれなんか馬鹿げたものっていうことも表す言葉らしいんですけども、うん、でも一応その予想として提出してみようかって言って、ムーンシャイン、えー、予想みたいなね、えー、ことでえ発表された。そしたらですね、それを深めていったらですね、どうやらこれは偶然の一致じゃなくて本当に関係がありそうだと。 ね、ものすごい深い関係があるんだっていうことが分かったっていうね、えー、流行らない研究のおすすめで紹介されたモンスター群がですね、えー、他の分野、ね、流行らないっていことは結局孤立してる分野だっていうふうに私は思ってたんだけども、全然孤立してなくて、全く違うところとの相関性が見出されていたっていうことにね、すごい驚いたわけですね。そして、えー、そこのムーンシャイン予想っていうものもですね、解決されるとき来るわけですね。はい、これは数学セミナー、えー、あごめんなさい、2022年じゃなくて、こちら、えー、っとですね、 1998年10月号の数学セミナーにおいてですね、はい、えー、見てください。1989あごめんなさい1998年、えー、フィールズ賞、えー、フィールズ賞の年ですね、フィールズ賞ってのは4年に1回、数学のノーベル賞と呼ばれる賞、こちらの賞、えー、の時にですね、えー、ボチャーズっていう人がですね、ボチャーズっていう人が、えー、ムーンシャイン予想の証明に貢献した、つまりこれ証明されちゃったんですね、これモンスター軍。 えー、あまりにも馬鹿げた予想だからムーンシャインって名付けたのに、えー、このムーンシャイン予想っていうのがですね、実は証明されちゃった。税関数というものと、えー、モンスター軍というものに関係があるよということが証明されて、えー、そのことを、えー、そのことの評価をされてフィールズ賞を取ったのが1998年。実はこの1998年の、えー、フィールズ賞っていうのは結構ね、偉大な年ですね。えー フェルマー予想といったワイルスもですね、まあ、40歳超えてたということで特別賞をもらい、えー、実はネバリンナ賞ではですね、ショア、ショアのアルゴ,アルゴリズムっていうね、量子コンピューターにおいてですね、えー、素因数分解とか、大、えー、円関数暗号のね、えーえー、ごめんなさい、えー、素因数分解による暗号とか、RSA 暗号ですね、大、えー、円関数による暗号っていうのが、えー、実は有限、えー、多項式時間内に解けるよ ということを示した書話の、えー、結果、結名になったらすごい有名な結果がこの粘りな賞を取ったってのもこの1998年というね、結構、えー、この重要な年なわけですね。というわけでこの文社員現象もね、解、えー、かれていた。この数学セミナーによって知ることができましたね。で、実はこの、えー、ボチャーズって人がね、えー このムーンシャイン現象を解くときに、解くきっかけになったのは、そのインドの旅行に行っていて、なんか瞑想とかしてるときに、なんかパッと思いついたらしいですね。それも数学セミナーのその、えー、フィールズ賞受賞者のなんか特集記事のときに読んだ記憶がありますね。はい。で、実は今このモンスター群っていうのはですね、えー、まあこの J 関数と呼ばれるものの、えー 関係ももそうですけれど超点台数作用素というのもあってこれも私よく知らないですけれども、えー、モンスターグによって定義される作用素というものがあってこれもですね、まあ、物理学特に超原理論超ひも理論との関係とかで熱、えー、くね研究されてるということで全く孤立した分野ではなかった流行らない、えー、分野ではなかったとっいうことが後にね分かってさらに驚いた。 っていうことなんですね。で、実はこのコンウェイさんだが、えー、記事書いてたっていうのもですね、後に知るんですよ。えー、何十周年かの記念の時にですね、今60、今年は60周年ですけど、何十周年記念かの時にですね、過去記事をその載せるっていうね、ことがあって、その時に、えー この私のね、えー、初めて見たな、流行らない研究の勧めを載っていて、その時にまあ、もうコンウェイさんという名前ね、有名なんで、コンウェイさん。あ、この記事、コンウェイが書いてたんだっていうことが分かったわけですよね。で、まあ、このね、モンストラス・ムーンシャインの命名者も実はコンウェイさんだったんだけども、この記事においてはこのムーンシャイン現象のこと多分なかったと思うんですよね。で、えー、そうですね、コンウェイさんは実は2020年にですね、新型コロナウイルスで80歳で亡くなられたっていう記事も、 えー、読みました、えー、改めてね、えー、ご冥福を祈りしたいなというふうにも思いますはいで、はいじゃあ次2位ですね二。えー、位、えー、私は数学セミナーを見てね驚いた記事、えー、中の第二位はですね広中平助さん、ね、フィールズ賞受賞記念提談のぶっちゃけ発言に驚くというものが あありまますはい弘、えーまあえー、中平介さんは日本で2人目のフィールズ賞受賞者ということで有名なんですけども、表、えー、数0の体上の代数体での特異点の解消ということでね、特異点の解消定理を発見、えー、作った人っていうことですね。表数0っていうのはですね、1をですね、いくら足していっても0にならないような体のことを表数0の体というふうに言いますね。まあそあのの 1> 1をですねいくつか足してて0になるわけないじゃんと思うかもしれないですけど1たす1が0になるような体を表数2の体というふうに呼んでですね、えー、まああるわけなんですよ、えー、有限回足して0になるような体っていうのがね、まあ、有限体ですけれどもだからまあ普通のいわゆる実数体みたいなに一応いくら足しても0にならないような体上で表現されるような台数対応体の得意点は、えー、一般次元まで解消できるよということを広中平成さんは 示したわけですねでちなみにこれ「帝談って書いてあるんですけどもひょっとしたら2人での対談かもしれないしもっと人がいたかもしれないちょっと記憶は定かじゃないですね。これも、あのーえー、自分で入手して読んだっていうよりはあのー これも何十周年か記念号に掲載されていたものを大学の図書館だか,だか本屋かなんかで立ち読みして、でもそのことに、そのこと、それだけなんだけども、立ち読みしただけなんだけども、あのその内容が頭に残っているというね、えー、極めてその印象深いことがありました。さあ、この広中平介さんのこのフィールズ賞ね、えー、いかにしてこの問題と出会い、この問題を解いたかっていうのはですね、こちらの学問の発見というね、えー、今ブルーバックスから、 出されてますけど、かつて私はね、慎重文庫で読んだと思うんですけども、こういう本がありますので、3つぜひ読んでいただけたらなというふうにね。で、この本はね、もう、弘永平介さん、すごい真面目だなと思ってね、真面目な方なんだなと思ってね、えー、読んでいたわけなんですけれども、ぶっちゃけ発言がこの中であったわけですね。こんな発言ですね。はい。えー、ね、えー、どうして、その、どうやってその、 得意で解消定理を思いついたんですかって聞かれたときにですね、弘中平介さんがですね、ザルスキーと長田さんとグロタンディエクを合わせたら、 溶けちゃったんだよ。はっはっはっは爆。もう笑いじゃなくて爆笑ですね。えー、まあ、この三つ合わせたら、もうできちゃったんだよ。はっ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 ていう感じで、あ、ぶっちゃけたなっていう風に思ったんですね。ザリスキーっていうのは、広、えー、中さんの師匠ですね。えー、京都大学のゼミで、えー、特異点解消定理に出会いなんて深遠な、予想なんだと。まあ、その頃定理じゃないですかね。まだ未解決だから、なんて深遠な予想なんだと思って、えー、その特異点監視。 特異点解消に関する、えー、わずかなプラスアルファの論文を書いた,と書いたんですってでそれを見,見てザルスキーが一緒にやらないかということでザルスキーのもとハーバード大学に渡ったとでこのザルスキーって人は2次元と3次元における特異点解消をすでに行っていたと。 でもまあ、えー、弘中さん曰く、この、えー、ザリスキーの方法では、とても複雑すぎて、一般次元まで拡張するような方法ではないと。で、この長田さん、まあ、過感観論で有名な長田さん、京都大学で一緒だった。で、アメリカに渡る時も一緒に、フルフライト留学生として一緒に渡って、えー、その時に長田さんのその過感観論、大数理論を学んだと。で、グルタンディーク。 グロタン・ディークも、えー、これ有名な人で、えー、大数記かとか数論記化やる人にはもう神様みたいな方だと思うんですけどもこの人も、えー、ハーバード大学に呼ばれて講義した時にそれに参加していた弘中平介さんを見てですねちょっと一緒にやらないかということでグロタン・ディークに、ね、呼ばれて、えー、フランスまで行ってフランスの自分のグロタン・ディークの研究所で、えー、半年間一緒に研究したと、ね、いうことなんですよ、ねまあ、スキーム理論ですよね えー、スキームというね、新しい言語、数学言語を作ってですね、大数期化、えー、を書き換えていった。まさにその時に一緒に、えー、研究していた。で、えー、この3つがですね、バッと、えー、混ぜ合わさって一つにした瞬間にですね、得意点解消定理がですね、パッと開けたっていうんですよね。で、合わせたできちゃってけちゃったんだよ、バク。ね、あははは。ぶっちゃけたなっていうふうに思ったわけですよ。 でこのことは実はここにも書かれてはいるんですよね。書かれてはいるんですけど、極めて真面目に、えー、極めてですね、えー、あの、なんていうんですかね、まあ、真面目って言葉を使いましたけども、えーえー、なんか、なんか横にそれることはあのー、私は嫌だみたいなね、まあそんな。そこまで堅苦しいわけではないけど、なんか本当に生真面目な人だなっていう印象を持ってたのに、この対談では。 ぶっちゃける人でもあったんだっていうね、そういう驚きを感じたということです。はい。まあ、えー、ぜひ見ていただけたらなと思いますね。興味が、えー、で,てきできた人はね。はい。じゃあ3位ですね。3位。もっと、もっとくだらなくなってくるんですけども。はい。漫画家屋野健太郎って人がいるんですけども。えー、実はこの漫画家健太郎。 漫画家である矢野健太郎さんがですね、数学者で数学セミナーの顧問が矢野健太郎さんって人なんですね。で、この数学セミナーの顧問の矢野健太郎さんと同姓同名というだけでですね、数学セミナーにかつてティータイムランというのがあったんですけども、それに登場したと。はい、この方が、はいはい、漫画家矢野健太郎さんですね。はい、えーね、猫じゃないもんです。ヤングジャンプっていう雑誌に、えー、かつて、えー 連載していたまあ、恋愛のね、えー、青年史向け恋愛漫画だったんですけど、矢野賢太郎さん、この全く同姓同名な人が数学者で、数学セミナーの顧問だったわけですね。で まあ、どちらも知ってた。まあ、数学者、矢野健太郎さんですね。私は結構思い出があってですね。素晴らしい数学者たちっていう本が、えー、新潮文庫から出ていて、今も売られてるんですけども、えー、ちょっと興味ある人とね、えー、方がいたら概要欄見ていただけたらと思うんですけども、これ数学者、数学者の伝記なんですよ。で、中学生の時に初めてこの伝記を読んでですね、まあ、それでだから数学、中学の時にこの素晴らし,晴らしい数学者たちを見てですね、 えー、数学者に興味持って、数学を興味持ってっていうふうに高校に繋がっていったんですけども、だから、えー、数学者の伝記だから、アーベルとかね、オイラーとか、えー、ガウスとか、えーねえー、ガロア、えー、カントールとかね、そういう有名どころが全部載ってて、えー、全部、えー、その時に覚えちゃった。やっぱりガロアの話は一番印象的ですよね。ね二十歳で死んじゃったっていうね、五字以上の大数方程式の代数的な会話ね。えー ないとまあ,あのガロア理論にはその必要十分条件を与えたっていうのが、まあ、ガロアのすごいところではあるんですけどもまあ、そういうだから数学者としての矢野健太郎さんを知っていて、えー、で後にその漫画家としての、えー、矢野健太郎さんまあ、まあ、両者別人ですけれども知っててこれ名前一緒だなとひょっとしたら来るかなと数学セミナーに。 乗るかなと思っていた矢先に、えー、t タイムランというところでね、あの、ケンタロスが出たんで、いや、来たなっていうふうにね、私は思いましたね、これね。ドンピシャだ自分の予想当たったっていうにね、思いましたね。で、t タイムランっていうのはもともと昔あった欄なんですけども、数学とは直接関係ない方が、なんか数学に関する、えー、思い出を語るということで、まあ、こちらのですね、えー、数学セミナー、 の5月号にもですね、えー、かつての編集者の方がティータイム欄にこんな方が出てたよと。例えば岡本太郎さんとか安倍工房さんとかそういうね、えー、なんか文化人みたいな、文化人みたいじゃなく文化人の方もね、出られてたよみたいなね、こと書かれてましたけども。ね でやっぱり案の定ですね、あのケンタロウさん漫画家であるから、数学な全か全然あの関係ない人生を歩んでこられたわけですよ。だから、まあ、そのティ、えー、T、タイム欄のエッセイも、まあ、大したこと全然書いてなかったんだけども、自分の中ではすごい面白く、おかしく、そして自分の予想が当たったことがまあ誇らしかったですよね。 だからそんなことでサインさせていただきましたただここで終わるんじゃなくてですね実はですねこの矢野健太郎さんこれだから古い漫画ですよ1980年代の前半かな前半から中盤やっぱりこの前半から前半に始まって中盤80年代の中盤か後半に結構長い間連載されてたんで。えー で80年代の序盤から80年代後半までに書かれた、えー、本で、えー、私もこれ、ね、ヤングジャンプってね、読んでたしこれ、ね、単行本も買ったり、これ買い直したわけですよね。えー、だからそれぐらい自分の中で印象に残ってる本なん、漫画なんだけれども、実はこの矢野健太郎さん、現代においても現代社会においても実は、あの、登場してきてるわけですね。矢野健太郎っていう人物がですね。それは本人じゃなくてキャラクターとしての矢野健太郎なんですけども、 はい、ここに「青い炎」って、ね、書いた島本和彦さん、これも漫画なんですけども、これはですね現,代現在においてもですね月月刊少年サンで略して月産において連載されている島本和彦さんという方が書いている漫画なんですね。これ まあ、どういう漫画かって、一口に言うと島本和彦さんの電気的な漫画ですね。だから電気的漫画で、1980年にえこの方がですね、大阪芸術大学に行って、大阪芸術大学に、なんと同級生にね、安野秀明さんがいたと。あの、エヴァンゲリオン、シン・ウルトラマンで有名なね、その安野秀明さんとか、まあ、岡田俊夫さんね、えとかがね、登場してくる。だから電気的な漫画ですね。 でこの物,物語はフィクションであるって書かれてるんですけども登場する人物は本人、本人、島本和彦は、えー、炎を燃えるって名前になってるんですけどもそれ以外が全部あの実名で登場するんですよね。で、安野さんとライバル関係、えー、の関係を築いていてで、この島本さんはその大阪芸術大学をやがて辞めてそのね伝説の、えー、炎の転校生っていうね少年週刊サンデーで私も読みましたよ。えー、コンビニで立ち読みしてる時にあまりの面白さに、えー、コンビニ内で言って。 コンビニ内だというのも忘れてゲラゲラと笑い出してしまったというね、伝説の漫画を描いた人の自伝的な作品の中で矢野健太郎さんがそあの出てくるんですというのはこの大阪芸術大学の、えー、漫画研究会の会長を務めてたのが矢野健太郎さんなんですよね。そう、それで、えー、ね、はい。青いこの18巻においてはですね、 <laughs> 矢野健太郎の新連載、えー、少年、えーえー、ヤングジャンプ、ヤングジャンプでこれがね、始まるんですよ、猫じゃないもんがね。それに驚くわけですよ。ライバル志士でしていた主人公の、えー、この作者である、えー、島本和彦氏の分身である炎燃えるがですね、えー、驚くわけですよ。先を越されたと。ね、で、えー、こういうねし、白いスーツ着て、眼鏡かけて、そういうキャラクターでですね、で猫じゃないもん。 ね猫じゃないもん、猫じゃないものの1ページ目もこういう感じで、えーまあ、この漫画の特徴はですね、ちょっとなんか全然その数学の話を離れてしまいましたけども、まあ、矢野健太郎さんの説明ということでさせていただきたいんですけど、これはだから自伝的な小説だから、えー、当時その作者であるシアン・オ和カズヒコさんが出会ってきた、その当時出会ってきた、まあ、ガンダムだったり、タッチだったりとか、えー メゾン一国とか、キャプテンハーロックとか、そういうものがね、いちいち出てきて、その漫画がそのものね、男組とかね、そのままあの登場してきたりね、掲載されてきたりとかするわけですね。で、そうですね、その矢野健太郎氏もですね、登場するわけですよ、この漫画の中にね。で、実はこの青い炎はですね、テレビ東京においてもですね、 ドラマ化されてるんですよ、ね、2014年2014年っていうと私の感覚で言うとつい最近なんですけどもまあもう今から8年前になってしまうんですかね、えー、で私もこれテレビ東京でのドラマ化は気づかなかったんだけども YouTube 見ててあのあドラマ化していたんだと主役はですね柳楽優弥さんねあの え、ビートだけじゃのね、え、役で、あの、浅草キットで一役、また一役というか、もうその、その前から有名ではあったけれども、え、さらにその、え、有名になったその柳楽優也さんが、え、この主人公、え、島本和彦さんの分身であるね、え、炎燃ゆるの役をやっててですね、実はその先ほど紹介した、 えー、こちら、矢野賢太郎さんもですね主要キャラとしてですね出てくる、まさしくこの格好ですよ、こんな髪型して、メガネ着て、白い、ね、スーツ着て、そしてガンダム、ファーストガンダムの、えー、音楽とともに、ファーストガンダムのセリフを言いながらなんか言ってくるというね、変な、えー、キャラクターとして、えー、登場してくる。 来てるんですねだから矢野健太郎さんこの2014年においてもですねそのキャラクターとしての矢野健太郎さんっていうのはですね、えー、まだ、えー、立派な、えーね、存在価値というかですね何ていうかね影響力影響力と言っていいのかわかんないですけれどもそういうものがあ,のあるわけなんですね。 はい、というわけでですね、なんかしょうもない話になってしまいましたけども、えー、とその、えー、とドラマのね、えー、矢野健太郎さん見たいという方はですね、ちょっと概要欄に貼っておきますのでですね、えー、こっそり貼っておきますので、えー、YouTube 動画貼っておきますので見ていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、えー、見ていただきましてありがとうございました。